エイランタイは、梅の木ゴケカに属する、地衣類の一種。イスランドゴケ、アイスランドゴケとも呼ばれる。淡い栗色であることが、多いが、ヘにも大きく、全体的に開白色となることもある。高さ8から10センチメートル程度に成長する。洋状体は丸まって、環状となり、その先端は平たく、円は、棒状になる。北国の山岳地帯に豊富で、 特にアイスランドの北部、西部に広がる溶岩斜面、平野に特徴的である。イギリスや北欧にも見られる。北米では北極圏に広く分布し、アラスカからニューファンドランド島、ロッキー山脈南部のコロラドまで、またアパラチア山脈にも生育する。生薬として販売されているものは通常を色あせて薄灰色となっており、わずかに苦味を持つ。 重量の70%は、デンプンの異性体であるリケナンであり、他に、クロロフィル類塩フ不丸酸、ライコノスティアリックアシッドセトラル酸などを含む、リケステリン酸、プロトリケステリン酸なども含まれる。デンプンの代用などとしても用いられる。生薬としての需要量は多いが、アイスランドでは、民間薬、伝統食材として、少量が用いられるのみである。伝統的には、 パン、錠、スープなどの原料として、広く用いられていた。また、セトラル酸はエタノールに、液用、水、エーテルに美容の苦い白色粉末であるが、組強創薬、歓迎剤として1回に0.1から0.25グラム程度用いられる。伝統的には、胸部疾患に対して用いられた。ありがとうございます。